インターネットで美人は鼻と唇の位置が近いっていうのを見たので、この鼻と唇の間に影を作って距離を縮めて見せてます。派手髪レインボー、この世の色すべてやりたい、こんな見た目でも女子大生、マーチリンです。大学生をやりながらブラックダイヤモンドの一部にとして活動しています。他にも読毛をさせてもらったりとか、テレビにちょこちょこ出させていただいたりとかもしています。今日は私の普段メイクを紹介したいと思います。どうぞ。この私のカラコンはサイズが結構重要で、 14.78mm がベストです。大きすぎず小さすぎず、デカめをねちょうどいいぐらいに演出できます。でこのカラコンなんですけど、柄が入っていてギラギラしているように見えるので、目がキラキラしているように見えます。ピンク色は派手なので目元全体が印象的になります。私は結構乾燥肌なので、化粧水がめっちゃ含まれてる水分量の多いファンデーションと、それからリキッドタイプの他のファンデーションを混ぜると、なんかちょうど肌に馴染むっていうか合うので、シャネルのリキッドファンデーションと、それからメイビリンの化粧水の含有量が高い BB クリームを混ぜて塗っています。塗り方は美容学校の体験入学に行った時に教えてもらった塗り方なんですけど、ほっぺとかはファンデーションの量を多めにしてカバー力を高めて、でおでことか顎とか鼻はあんまり濃くすると厚塗り感が出てしまうので、なるべく薄くできるように気をつけてます。コンシーラーはニキビとか、そのファンデーションでカバーできなかったものをカバーするだけじゃなくて、鼻筋を作る時の下地としてまっすぐ引いてます。ハイライト代わりに使ってます。私はあんまり唇の色が濃いのが好きではないので、唇の色をコンシーラーで消してから口紅を上にかぶせて塗ってます。アイシャドウは重ね塗りとかはしないで、重ね塗りするとなんかちょっともったいない気がして、使う量が多くなってもったいない気がしてしまうので、このねまぶたの周りだけをまず最初薄い茶色で塗って、際のところを濃い茶色で別々に塗ってます。この周りはなんか優しい印象になるようにちょっと薄い茶色を選んでるんですけど、デカめ効果が欲しいので、この際のところ二重のラインの中に入る部分は濃いシャドウを使ってます。肌のツヤツヤ感を消してナチュラルにマット仕様に仕上げたいので、フェイスパウダーをかぶせてます。フェイスラインを小さくするときにシャドウじゃなくて濃いファンデーションでシェーディングの小顔効果の影を作ってます。シェーディングはすごい濃い色が好きなんですけど、なかなかシェーディングでそこまで濃いのが売ってなくて、一番黒い色のファンデーションの方が濃く出せるので、あえてシェーディング用のものじゃなくてファンデーション、濃いファンデーションを塗ってます。このハイライトは結構白みが強くて線がはっきり出せるので気に入ってます。で塗る時のポイントとしては、白い線が太くなると鼻筋が太く見えてしまうので、このブラシの部分をつまんでちっちゃく細くしてからスッと線を描いてます。これはですね、すごい線が細く描けるのと、それからあんまりにじまない落ちにくいアイライナーなので、これはね気に入ってます。引き方はまず垂れ目にしたいので、垂れ目ラインだけ先に描きます。で垂れ目ラインを描いたら、その線に合わせてまぶたの上のラインを作っていきます。でこの下のラインは黒目のところからやってしまうと垂れ目感がちょっと少なくなってしまうような気がするので、黒目から外れたところから線を引けるように心がけてます。涙ぼくろはもともとあるんですけど、ちょっとまあ若干小さくて薄いので、このアイライナーを上からかぶせてさらに大きく濃くチャームポイントを目立たせるようにしてます。カシオのパウダーアイブロウペンシル、なんか筆がサラサラ動く気がします。で結構硬いやつとかだと眉毛に引っかかって描きづらかったりすると思うんですけど、このペンシルは結構柔らかいのですごく描きやすいです。薄くも描けるし濃くも描けます。アイメイクが結構きついので、顔全体が怖い印象にならないように眉毛はちょっと優しい印象にしたいので若干垂れ気味にしていて、でアイライナーに合わせて眉毛の長さも長くしてます。アイライナーと同じぐらいの位置にしてます。
これはですね、本当はアイライナーなんですけど、髪の色を染めるとき結構違う用途のものを上からかぶせていて、眉毛と髪の色は結構割と合わせたいので、髪の色に合わせて今回は青いアイライナーを引きました。髪の色が赤の時とかはリップライナーって言って、口紅を描く筆のものがあるんですけど、そういうのも眉毛塗ったりとかして、なるべく髪の色と眉毛の色は合わせるようにしています。顔にメリハリをつけたいので、もともと鼻とか結構低いので、濃いノーズシャドウとかシェーディングハイライター結構濃いめに入れたいので、濃いめのやつを選んでます。入れ方も鼻筋が太くならないように、なるべくここの鼻のライン飛び出ないように塗ってます。これは眉毛描くやつとシェーディングが一緒になってるやつで、濃さが自分で選べるんですよ。で、本当は眉毛描く用の濃いところで、やっぱり顔にメリハリをつけて濃いめの顔にしたいので、さらに濃く、さらに細く塗ってます。引き方のポイントは鼻筋がやっぱり通っているように見せたいので、このまっすぐの線に合わせて細く白い線を囲むように引いてます。で、最後の仕上げがこの眉毛を描くアイブロウペンシルなんですけど、さらにさらに鼻筋を際立たせたいので、最後に仕上げとして軽くアイブロウペンシルで鼻筋を描いて作り上げてます。涙袋を描くのは結構うるうるするようなものを選んでます。ラメが細かいやつ、全体的にこれで涙袋の形を作り上げてます。これもアイブロウペンシルなんですけど、眉毛には使わないで涙袋の影をね描いてます。で、この涙袋を描く時のポイントは、結構細いやつでもうボヤーンってすると結構クマっぽくなってしまうので、もう線って感じで描くようにしてます。最後の仕上げなんですけど、このエチュードハウスのライナーで黒目の下にだけちょんちょんって塗って、これだいぶラメがねキラキラ度がすごいやつなので、なんかうるっとした瞳に見えるように印象付けしてます。このつけまつげは結構束が同じ感じじゃなくて、濃いところと薄いところの差があるので、この黒目ら辺は濃い仕様になっていて、後ろの方が薄めになっているので、このより黒目のところを際立たせることができるので、これ使っているのと、あと濃さが薄すぎず濃すぎずで使いやすいなっていうのがあります。下垂れ目にしたいので、結構後ろの方は束感が強めで、でこの辺がナチュラルで見えるように、束っていうよりはふさふさになっている作りのつけまつげです。つけ方は黒目のところが大きく見えるように、黒目ら辺はまぶたに張り付くようにぴったりつけるんですけど、目尻の方は垂れ目に見せたいので寝かせてつけるように、つける場所を変えてます。このまぶたら辺はつけまつげの上の方につけまのりを塗って、目尻の方はつけまのりをつけまの下ら辺につけてます。つけまつげがいちいち取れたりするとすごいかっこ悪いので、粘着力が高くてしかも1日持つこの D アップのつけまのりを愛用してます。黒目の部分を大きくしたいので、粘膜のところにアイライナーで黒く塗ってます。で、このドリーウィンクのアイライナーなんですけど、これ芯がすごい柔らかくて描きやすいし発色もいいんですよ。なので軽く描くだけでものすごく描けるから、目にも優しいし、すぐねちょちょんって塗れるので、これとってもおすすめです。アイメイクの最後にこれで仕上げてます。目頭と目尻の先端の部分はすごい細くして自然な感じで流したいので、細い筆で流れるように先っちょは細く描いてます。すごい細いので細かい調節がしやすいです。これはお母さんが京都のお土産でくれたんですけど、すごい保湿力が高くて、しかも柚子の匂いがしてこう安心するんですよ。なのですごいお気に入りなのと、あとこのスティックじゃないクリーム状になっているので、爪ですくって指に直接塗っているので、このリップクリーム自体が汚れていかない、綺麗なまま保てるのでお気に入りです。メイビリンの口紅なんですけど、すごい発色が良くて、もうザ・ピンクみたいなところがお気に入りです。すごい濃いので口紅としても使えるんですけど、同じ色のピンクのほっぺにしたいなっていう時、なんとこれでポンポンポンとやればチーク代わりにもなっちゃいます。このグラスなんですけど、グラスの中でもこのピンク味が結構強くて、ピンクピンクで合わせたんですけど、口紅の色を殺さないピンクにピンク、さらにピンクにできる。で、しかもこれ結構水分量が結構多くて唇が潤うんですよ。なので口紅を塗った後も唇がすごい割れにくいし潤うので、これはなかなか良いです。
で、唇の最後の仕上げなんですけど、このアイブロウペンシルで唇の先っぽをちょっと長さ出しで端っこちょんちょんってやって、唇をさらに大きく見せてセクシーな唇を作り上げてます。最後に、あのなんかインターネットで美人は鼻と唇の位置が近いっていうのを見たので、この鼻と唇の間に影を作って距離を縮めて見せてます。コツはあまり入れると不自然になっちゃうと思うので、すごい薄く塗ることです。このチークなんですけど、形がねすごい可愛い、見た目もすごい可愛くて、大きさもすごいコンパクトで持ち運びしやすくてかさばらないっていうのと、さらにクリームチークなんですけど、クリームチークだからもう指で塗れちゃうんですよ。なので筆とかもいらなくて、さらに軽量化で、クリームチークなのでほっぺだけじゃなくて唇にも使えます。でこのクリームチークは結構発色がいいのでお気に入りです。最後につけたこのつけあやばなんですけど、もともとはハロウィンの仮装用のドラキュラの牙なんですけど、それを先っぽのとんがってるところをハサミでちょん切って丸くして刃として使ってます。でこれはドンキに売ってるんですけど、プラスチックの塊をお湯で溶かしてその歯のパーツに埋め込んで、ぐにゃぐにゃに柔らかくなった状態のまま歯に合わせてつけると、自分の歯に合ったつけあやばが作れるんです。結構つけ合えばつけると評判がいいのでお気に入りです。結構雑誌の撮影とかだとこの歯をつけて行ったりとかしてます。私の化粧の重要なポイントは、写真が盛れるようにアイライナーと眉毛を長めに描いてます。それから普通そこに使わない用途のものを、例えばアイライナーで眉毛を描いたりとか、アイブロウで鼻筋作ったりとか、唇の輪郭を作ったりとか、そこに使わないものを使うっていう工夫をしてます。他にも動画を出していこうと思っているので、皆さんこれからもどんどんチェックしてください。バイバーイ。